乾杯。どうも、主婦あさみです。旦那のりゅうたす。今回も美味しいお酒に合う乾杯グルメをたくさんお届けしようじゃありませんか。ゆたしくおにげーさみら。主婦あさみの乾杯グルメシーズン4スタート。よってらっしゃい、見てらっしゃい。りゅうたのおいしい酒屋オープンしましたよ。あー、そこのお姉さん、寄ってって遊んで。大将ノリいいね。じゃあ一杯もらおうかな。お客さん、今日のおすすめはあちらです。ん、牛豆腐チゲ。じゃあそれお願いします。ありがとうございます。牛豆腐チゲ一丁です。はい、お待たせいたしました。りゅうた特製牛豆腐チゲになります。これってスンドゥブチゲじゃないの？お客さん、察しがいいですね。スンドゥブとは韓国の代表的な豆腐料理なんですね。この料理には木綿豆腐の途中工程でできる柔らかい豆腐、おぼろ豆腐が使われています。ん、柔らかい豆腐といえば沖縄にもありますよね。そう、それが油脂豆腐。というわけで沖縄と韓国コラボしたんだな。なるほど。それでは早速いただきます。おいしそう。うん、うまから。しじみの旨味とプルプル油脂豆腐の優しい味がたまらない。そしてこの旨辛料理にはこの辛口でしょう。あ、大将さすがです。うん、最高です。おっしゃ、お客さん、今日は朝までじゃん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 やっちゃってください。イエーイ、盛り上がろうぜ。この放送は美味しいグルメにはやっぱりアサヒスーパードライ、アサヒビールの提供でお送りしました。